マーワンキングドリルチャレンジ第1回目ですけども、第1回目はまず10回キックを打って1回リカバリーをするというドリルですけれども、これはまあ10回キック打つ中で1回リカバリーをどれだけうまく沈まないようにやるかというドリルでして、まあ、丁寧に泳ぐという意味も含まれてですね、まあ、ポイントとしてはまずやはりキックを細かく打てるかっていうのと、あと体の向きを崩さないということですね。あとは肘の向き、肘が横向いたりとかしないようにしっかり上を向いた状態で泳ぎに近い状態をどれだけ作れるかっていうのがポイントになってくると思うので、皆さんチャレンジしてみてください。